全国の皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の水原です。本日ご紹介させていただくお車はこちら、年式は平成30年式のお車パールホワイトで、ハイエースのワゴンジエールのガソリン肉のお車ご紹介させていただきます。まずこちらトヨタセーフティーセンスついてます。フロントリップスポイラーなんですけど、フレックスオリジナルのベルフィーヌラインのリップスポイラーがついてます。はい、でこちらの車ですけど、車高が2インチローダウンされてますので約5センチ下がってます。で足元なんですけど、フレックスオリジナルのオーバーフェンダーがついておりまして、足元がウッドイヤーナスカータイヤの17インチに、タイヤホイールがナイトルパワー17インチのタイヤホイールがついてます。はい、でテールランプなんですけど、車外のものについてます。こちらバックカメラついてます、はい、後ろは EC クローザー付きです。はい、でこちらのお車なんですけど、両側、片側パワースライドドアの反対側がコマンド付きのお車になります。内装なんですけど、以前フレックスでも販売させていただいてたアレンジ R1 というお車のタイプになります。今だとちょっとバージョン1には似てるんですけど、机が真ん中にあるタイプで、非常に使いやすい内装になってます。タロッツエリアのフリップダウンモニターがついてます。はい、では内装なんですけど、エンジンかけながらご紹介させていただきます。まずインテリアパネルキットが3点クロム木目で、パネルとシフトノブとステアリングとついてます。はい、でメイクオプションで 100V のアクセサリーコンセントついてます。助手席のエアバッグもついてます。でバックカメラがこちらとこちらお二つ映るようになってます。で走行距離なんですけど、こちらのお車2万1300キロ今表示しておりますので、まだまだ走れるお車です。はい、はい、いかがだったでしょうか。フレックスオリジナルの R1、 以前販売させていただいたお車が戻ってきました。年式も新しく、距離もまだまだ走れるお車で、内装もすごい使いやすい仕様になっております。速乾杯間違いなしなので、お問い合わせお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。